そんなわけないやろお前。すいません、なんかお前のいや申し訳ない。おいしそこ怖いから、グラムスプレゼンツ岡田桜井のチャーハンが食べたい。来月終わるというのにちゃんとしようぜ最後ぐらいを。ごめんなさいごめんなさい、ちょっとね、あのシステム的にいろいろ、あの今日はチャレンジなことが多くて、はいはいはい、ということでございまして、いつからチャレンジ始めてるラストの中のためにさあということで、はい、毎週月曜日の10時半から岡田さんのチャーハンが食べたいでございますけれども、まあラスト7回ということでね、ラスト7回、ね、先週衝撃の発表があったじゃないですか、で、まあいろんな、まあこの番組とか、はい、我々にゆかりのあるゲストさんを、まあ、交えながら、うん、なるほど、ラスト7回をこう迎えていこうというのの第1弾ということで、お今日はフェニットで、うん、やってましたね、ライブをね、解体しちゃいましたけどあの僕らと、はい、マレーグマさんとコスモスライダーだ、俺らが唯一の生き残り、生き残り生き残り、でもその解散への序章とも捉えられる感じなんですけど、まあ、はい、そこの、マレーグマさんとコスモスライダーさんにちょっと出てもらおうという回でございまして、まずはスタジオに来てくれてるお二人をご紹介したいと思います、はい、お二人どうぞイエイ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 線が線があるから、線がありますね、そうそうそう、はい、すいません、よろしくお願いします。じゃあ自己紹介を一応お願いします。はい、これフェニットの自己紹介ですか。フェニットの自己紹介します、久しぶりに。じゃあフェニットの自己紹介、はいはい、そうなの、じゃあ、あれも岡崎から、そうなの、岡田桜井です、お願いしますどの辺がフェニットの、コスモスライダーの石田です、お願いしますお願いしますマレーグマの秋葉です、よろしくお願いします、お願いします。シンプル自己紹介、これがしたかったシンプル自己紹介その時のっていうそう、だからまあ元コスモスライダーですよね、現ストロベリーロマンスの石田さんと、はい、で、元マレーグマの秋葉さんに来ていただきまして、秋葉美容研究生、そう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 、うん、で、まあスタジオに来れるのはこのお二人なんですけど、はいはい、まああと、はい、おのおのの相方さんがいるじゃないですか、はい、元相方さん、そうとは、この後、ビデオ電話で、オンラインで出演してもらうという。照れるなぁ。その、解散してから、そう、あるんですか、テレビ電話なんかするか。顔見ながら喋んない二人でテレビ電話しない今大丈夫もしないし。翔ちゃんはほら、わかりますけど、あの、優雅さんの素性、マジで知れへんよ。今どこに何してるか。その辺をちょっと、まあ、聞いていこうという、30分になっております。よろしくお願いします。イエイ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 、お願いします。そんな人じゃない無理しないで、なんでそれに味してるあなたが恥ずかしいって言うから同じ恥ずかしい思いしたんだよさあ、ということで、あ、はい、来た、お、あ、出た、まずは、うん、こんにちは、どうもみんな元気してますか、あ、ゆうがさんや、こうやって見なきゃ見えないんだお、ゆうが、お、髪ボサボサだなこれどこに、この大都会、え、大都会、ゆうがさん、はいはい、ゆうかさんは今どちらにいらっしゃるんでしたっけ。ゆうちゃん、今あの北海道は富良野で、富良野、北の国からじゃん、なんで、あのキャンプ場で今リゾートバイトしてる最高じゃないですか。いやもう最高よ、前住み込みでも、住み込みで3ヶ月間だね、3ヶ月間、まあ、3ヶ月間、今2ヶ月目だね、うんうんうん、秋葉さんいますよ、秋葉さん、久しぶり、あれ、美容、あれ、秋葉原の研究生バカにしてんぞ、あいつバカにできてもないだよあなたはもう解散するときオーストラリア行くみたいな、ああ、確かに俺もそれはありましたけど、うん、なんかだいぶ近い、方角には逆ですし、1週間前に、うん、あの入国禁止になっちゃってああそう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 そっかそっか、時期的にね、何飲んでるのそれ、あ、これ、うん、これはゆうちゃんは焼酎の無糖こしわり、うわ酒飲んでるやん違うわメディアに出演するのに、北海道でね、こう悠々自適に過ごすとこうなんだよ、うん、ああなるほどね、単純に緊張してただけじゃない、今までのねマレーグマの時のあのストレスの顔がないもん、ああ確かに怖がってる感じがないよねずっと秋葉さんの文句言ってましたもんね、そうそうそう複雑だよずっとじゃない、たまにだよじゃあ、ゆうがさんごめんなさい、このままでちょっと翔ちゃんにもつなげますね、はい、了解です、少々お待ちください、すげえすごいな、あ、同時に翔ちゃんとも話せるの、そうです、そうです、ちょっと待ってくださいね、
ごめんなさいね、めちゃくちゃ背中で。これ、ちょっと待ってください。見る人がどう見えてんの？確かに、これが映ってんの？そうです。あ、じゃあ、これが見えてんだ。ユーカの声入ってんの、これ。入ってます。すごいね。声入ってるけど、顔ほぼ入ってないじゃん。翔ちゃんとはいつぶりなんですか、石田さんは。いやね、実はね、飲んだりはしてんだよね。あ、そうなんや。実は飲んでる。ただテレビ電話が初だからちょっと緊張するよね、うん、顔見ながらね、うん、緊張しないでしょ、テレビ電話の方は。これ、ちょっと電話番号で、あ、めちゃくちゃ映ってんじゃん。電話番号めちゃくちゃ一番人気だよ。ダントツで人気なの。売れちゃうよ、この電話番号。ダメダメダメ。俺らのは全然ええけど、翔ちゃんだけはダメなんだよ。来るかな。テレビ残ってんよ。080言うたあかんで。最後5ですね。それだけでもだいぶ心配。残り7桁の組み合わせですから。全然出てくれへんやん。頑張ってください。全然出てくれへんやんか。これなんかしてんの、仕事中？なんか今日プリットチャンネルの撮影が千葉であるらしくて、うわ、へえ。でなんか移動中に出てくれるみたいな。移動中？そう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 、感じですね。ちょっと兄ちゃん、平日は毎日なんでしょ、翔ちゃん。あ、そうそうそう、なんか土日しか休みないとか言ってましたね。忙しいね。すごい、千葉と、千葉と北海道の ね、 ね。こんなことあった。翔ちゃん、あ、翔ちゃんだ。あ、でも翔ちゃんだ。おはよう、おはよう、タマ、ちょっと待って。はいはい。僕今携帯で出てんだけどさ、うん、パソコンで繋いでほしくて、うん、あの、あと 4% しかないから充電切れてしまう。翔ちゃん、いけるとこ行けるまで。そう、ちょっとこれでいけるとこまで行きましょう。わ、すげえ。あと 3% では僕は終わるけど。とりあえずもうね、電話番号バレたからこの後鬼連来るよ。ちょっと待って、久しぶり。でも僕のパソコンから、うん、そっちに電話かけたらいけるのかな。ちょっとかけてみてもらおうかな、じゃあ。うん、あ、っていうか、おはよう、久しぶり。いつのタイミングで言ってんの。おはよう、いつまでおはよう、久しぶり。あ、俺らはこっち向かないと顔見えない。そう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 、僕らずっと後頭部見せてる。なるほどね。久しぶり、翔ちゃん。じゃあ電話番号教えてくれたらかけるから。あ、わかりました。じゃあちょっと一回切っても大丈夫です。あ、はい、はい、失礼します。ここでまたパッと電話映るから危ない危ない危ない。これあかんねん、これあかんねん。下一桁5万ではね。それじゃあちょっと一旦この状態で、うん、ゆうかさん、はい、今からちょっと画面ちっちゃいですけど、うん、一回出てくれたじゃないですか、スタジオで、番組に。うん。あれをちょっと、もう一回振り返ろうと思います。あ、そう。はい。今からこれ、放送に映像流すんで、昔の。あ、いいね、いいね、いいね。はい。一緒に見てください。いいじゃん。はい。じゃあ皆さんも、じゃあ一回お座りいただければ。はい。翔ちゃんの時じゃなく、ゆうがさんの時もちゃんとテンション上げてよ。いやいや、上がってましたよ。上がってなかった。翔ちゃんの時みんな上がってたから。ゆうがの時は電話番号さ気にしなかった。そう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 。じゃあ、とりあえず、はい、昔の、一回だから、ペニット第一回を開催する前に、めちゃ前じゃん。そう、ここ来てもらったのを、ちょっと見ていこうと思うので、はい。スタッフさん、じゃあ、動画の準備さえできれば、いつでも。それももう入れてます、文字で。あ、文字で、はい、過去ペニはちょっとあんま見せたくない。言い方やばいけど。過去ペニ大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ、お願いします。とだけ緊張しております。あ、ほんま？チャーハンで。まず。さあ、ということで早速呼び込みたいと思います。マレグマさん、コスモスライダーさんでーす。どうぞです。はい、よろしくお願いします。月に何本やったのか。俺未だにやるくらいした。漫才の本数で40ぐらい。結構言い過ぎましたね。いいやん、あきまちゃんはもうよ。会話の内容はい、よろしくお願いします。僕らは知ってますけど、コンビの結成の、ね、コンビでそれぐらいは分かるの。1年経ってなくて。そうですね、この2人では。9月からでしょ。使わないですね。はいはいはい。岡田もコンビだし。ちょっと岡田も覚えてない。翔ちゃん、人の誕生日とかもちゃんと覚えてる。あ、すごいね。すごいね。結構くれんの。くれんの。え、誕生日にですか。あ、あげます、あげます。すごい。あの、
なんだっけ、あのアマゾン、じゃあの、あれ中央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 コスモスライダーが来るとうっすらパクられてる写真撮ってもらえなくなっちゃうそう、僕らまだそんな、もうコスモスライダー以外の時はあの、写真撮ってくださいって女の子が来るんですけどそこいるとめちゃくちゃいいなって長いや、そんなことない戦争高まっちゃうすごいんすよ、まあ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 、でもまあまあまあいや、そうね。いや、それはそうだった。え、何今の。いや、俺が今、俺たちがいたら変わるでしょ。いや、やってない。見ない、今、いや。それ、感じそうだったよ。どんな企画がいいかことでございますか。いやいや、だから、本当に、考えてやってあ、いいですよ、いいですよ。あの、本当に、普通に、第1回は、プロフィール客ができそう。プロフィールって意味で。そうだったら、ちょっと良い企画になるんだけど。で、ライちゃん下心だけですね。そうだよ。でも、西田続きましたよね。この番の方、岡田さんから取り寄せないし。今こうやって書いて、はいはい、みんなしっぺがします。え、何をすか聞いとけよBL 企画みたいなのありなんじゃないですか、なんかワイプの全然この組み合わせが、優雅さとお金本気で好きになっちゃった場合どうすればいいいや、それが勝手に対して乳首 NG なんだけど、大丈夫ですかえ、どう、触られんのちょっと触られんの、見られんのダメなんですかえ、今見んのも全然ダメです、ダメですなんでダメです、隠す、隠すダメ、ダメそうだそう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 、今だし、今だし隠してるからうん、スーじゃあ、ベータえ、ちょっと、なにこれ終わった終わった翔ちゃんの乳首 NG っていう話いやー、素晴らしいはい、こういう感じでどうだった、ゆうかどうだったのゆうかさん、どうでしたいや、なんもだよなんもだよ映像見えてなかったいや、映像も見えてないし、心の頃なんか多分ね、電波が悪くてあの音声だけの状態が多かった映像も見えへんしラジオ、ラジオラジオですねまあでもなんかこうみんなが仲良くなくてねまだねうんこうふわふわしてる感じは優雅さんもありましたよあそれじゃあ今と変わらずってことそんなことやったでしょでとにかく優雅さんが困ったらあの秋葉さんのことをいじるっていうそうだねそうだねそういうスタイルだったねコンビ同士の関係性がないからね、うん、そうそうそう確かになでもライブ中にだから石田さんが優雅さんいじるみたいなくだりもありましたしねうん、うん、ライブ中ねそう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 とかも生まれていくようなライブでございましたよねまあ今職場とかあるから言わないけど、まあ前科者っていう言ってんだよ。ヨウトさんに怒られたからね。ガチ怒られしてる。ヨウトさんにもう CM まであと10秒で弁解できないから違いますよ。だって二ちゃんに書いてあったの。ユウが石田ちょっとって言われても呼び出しくらって怒られる。主催ライブ怒られる。ああ、足湯だ。いや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 違う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 本気見せてあげた本気本気イエイ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 全然違うよこれ石田さんもそんなゲームじゃない普段からね優雅がさっきの分でやってたのよやってましたねそれのせいで全員やってるけどあ、もしもしあ、来た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 翔ちゃんはいあと一発しかないからもしかしたら切れちゃうかも切れるよ絶対にえ結局携帯でやってんの携帯でやってますちょっとシステム的にねダメだったんだそうそうそう繋げないの充電器を今そう翔ちゃんがねモバイルバッテリーとか持ってるやろあもうポスポンそう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 でも今コンセントに挿して充電してるあなるほどねあよかったあじゃあ切れはしないのね翔ちゃんと優雅さんもお互い見れてますよねあ見れてるあよかったよかったすげえすごい優雅さんうちの壁紙綺麗ですねなんかブロック履歴じゃないよあ、違うんですね。そこだけで会話すんだよ。芸人じゃない会話やったの。やっぱり。やっぱね。やっぱり。翔ちゃん、翔ちゃん元気してんの？あ、僕は元気してるよ。翔ちゃんの生存確認はでもできますもんね。まあね、一番できるよ。でもあの、さっきさ、昔の映像見てたんやけどさ、翔ちゃん。はいはいはい。2017年で3年前に来てくれたんや、翔ちゃんな。ええ。一番初めて。でも翔ちゃんだけ変わってなかったわ、全然見た目が。本当に？なんで疑う余地があるの？いくつになりました、翔ちゃん？え、なに？何歳になりました？あ、もう25歳だけど、今年26歳26か、あ、だから当時23やったんやそうだね翔ちゃんの26、ちょっと引いちゃうななんでいつかは通るあれ、優香さんもういくつになります？じゃ今年30あ、そうや、今年30か、そうか大人からそうそうなるほどねゆうがは年取ってもさ、ゆがち、ゆうちゃんって言っててもいいけどさ、しょうちゃんが30超えてしょうちゃんはきつくなってきそうだよ言うんだよでも言っていくもんねうん
できたらハゲてほしいもんね、40超えたあたりで。ああ。翔ちゃんでも石田さんに聞いたけど、うん、なんか飲みとかは行ってるらしいな、石田さんと。飲みっていうか、そう、解散した後、そう、うん、行ったかも。あんま記憶に残ってない行ったかな、行ってないかみたいな。石田さんとは、そうそう、あの、覚えてたよ、僕、石田さんの単独見に行く予定だった。ああ、そうね、8月8日ね。うん。だけど、あの、そう、なくなっちゃったから。そうね。あのまま集客がもし芳しくなかったら、翔、うん、ちゃんが来るっていう告知を3日前にしよう。なるほど。ブーストでね。飛ぶように売れるかなと思って。まあ、そうだろうな、多分。優香さんは何が秋葉さんと解散してから。解散してどんぐらい経つの？いや、会ってないね。今、8ヶ月、9ヶ月ぐらいじゃない？まだそんな。1年も経ってないか。うん。9月解散だから。あ、もうちょいか、10ヶ月ぐらいかだから。そう。今日初会話じゃあ。僕と翔ちゃん一回優雅さんとピザあ、そうだそうだで奢ってもらいましたね。だってなんかあれじゃないの、あの美味しいハンバーガー食べたの。あ、そう、ハンバーガーハンバーガーでした。裏手にやったんで。裏手にね。なんならあなたたちはあなんかあ、俺と優雅さんお食事会みたいなのに行ったんでしょ。だから合コンね。あ、言ってた。そうそう、表ペリの方に行って。なんでライブが裏なんだ。だから秋葉ちゃんだけじゃん、優雅と会った。確かに。そうね。で、なんかその裏ペリってあったじゃないですか。裏ペニットでか、だからその翔ちゃんと優雅さんと岡田との、うんうん、あったあった。で、その日に、はい、多分僕と石田さんは、うん、ラスターでライブ出てたんですよ。おお、へえ。そしたら僕らのライブに来てるお客さんが、うん、なんかすげえざわざわしだして、おで、なんか優雅さんがインスタのストーリーで、うん、下北沢で、うん、裏ペニット翔、うん、ちゃん岡田優雅で、うん、やってますみたいなことを書いたの。あ、はい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 。そしたらライブやと思ってお客さんが、おお、そっち行こうかなみたいな。おい、営業妨害だよ、そんなの。そう、優雅さんが下北で開催中かなんか言っちゃった。ああ、なるほどね。そうそう、だからライブかなみたいな空気が出てて。そうそうそう。で、DM でチケットはまだありますか。ややこしいこと待ってたんやんか。から来たもん。あ、じゃあマレーグマさんは久しぶりな感じなんですね。久しぶり、ね、久しぶり。おーおーおー、久しぶり。あ、でもあの入国金、あのビザが降りた時に一回インスタであげたんだけど。うん、はい。その時に秋葉ちゃんからおめでとうみたいな連絡をもらった。あ、そう、なるほどなるほど。いよいよオーストラリア行きますっていうふうになった時に、うん、あ、進むんだなと思ってコメントした、その時は。優しいな、秋葉ちゃん。優しい。心なさそうな翔ちゃん。ありがとうございます。翔ちゃんもでも忙しいんでしょ。あ、まあ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 、ぼちぼち。翔ちゃん休みとかあんの今。休み、まあまあまあ、あるあるある。全然全然。え、いくらもらってんの。いや、気になるよね。確かに、俺らは聞けへんな。本当にお願い、お願い、お願い、教えて、教えて。いやいや、え、ちょっとね、ちょっとそれはまた。ちょっと下一桁だけ教えて。下一桁は多分ゼロだよ。月によるやろ。まあでも、翔ちゃんもね、はい、YouTube。あ、ありがとう。うん。そう、115万人とかでしょ、今、プリッツ。でも正直今、プリットチャンネルより、優雅さんのインスタのストーリーの方が面白いのよ。もうその北海道の大地を、あ、そういうこと、優雅さんがもう駆け巡ってる感じ。何、バイクかなんかで。いやいや、もう車でだから道内一周とか、うわ楽しい、旅行行ったりとか、羊とか、そういう気分になれる動画。そう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 ね、あれいいっすよね、優雅さん。やっぱ最高最高。あれだから動画貯めて YouTube やったりじゃないですか。いや、なんかそういうのはもうしたくない。そうかそうか、ごめんなさい。ちょっとでも表に立つのは嫌なんだ。そういうのはもうしたくなくてやめてるから。でも3ヶ月経ったら帰ってくるわけでしょ。帰ってくるけど、でももうそのままオーストラリアが多分開かないんだよね、まだ。あ、はいはいはい。ただ今度沖縄行っちゃうけどね。おっ、うお、すげえな。あれでももともとなんか沖縄が NG だったから北海道にしたんじゃないの。あ、そう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 、本当はオーストラリア行こうと思って沖縄行こうと思ったら、うん、行く前日にダメって言われて、うん、まあね、とコロナで、で、紆余曲折を経て北海道来て、うん、で、今度はやっぱね、本命は沖縄すもんね、だってやった、沖縄の方がギャラ多いでしょ。ギャルが、ギャルの話だよな。本命はオーストラリアじゃないんだ。沖縄でよくなってるじゃん。あー、まあでも元気そうで何よりですよね。でも石破さん、石破さんって誰誰ここ二人に会うのも久しぶりやもんね。そう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 、久々、あ、そうだ、そうそうそう、こんなに喋んのなんか超久々。桜井に久々に会ったってさ、そうだ、うん、桜井にね、よく遊んでた頃、うん、コロナ前とかいつも、ね、はい、ご飯とか行ったりしてて、うん、心配だったんで、桜井心配、うん、よかったらこれ使ってくれよ。うわー、すげえ、うん、何それ、先輩だからさ。何それ、え、いやいやいや、じゃあ、うん、いやいや、まあそのぐらいのこと桜井にいつも、これ、うん、あれっすよ、
イギリスの何すんだって、はい、この人、俺んちのこたつでおねしょして、あーカーペットのクリーニング代1万円を2年半踏み倒してたんだよ。中身はいいだろ、一番私だって絵面がいいんだから。でも帰ってきた。ありがとうございます。自粛中一生懸命貯めて一生帰ってこないと思ってた。裸の1万円渡すのは絵面よくないって。助けなかったんだよ。あ、帰ってきた。そうそうそう、こたつの中でおねしょして乾いてるから多分問題ないと思うって言うから、どういうことですかって言ったら、こたつで気化するやろって。充満すんの嫌でしょっていう。でも桜井家のホットカーペットは3枚ぐらいになってたから、うん、ろ過されてどんどん下に水が溜まってる。そう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 、気持ち悪い。一番下には綺麗な状態のおしっこしてるから。綺麗じゃないよおしっこ。あ、でもそれで言うとあれでしょ、だからコスモスライダーの、はいはいはい、DVD あったもんね、翔ちゃんね。あった。で、その DVD の売り上げでちょっと夜の街に繰り出そうみたいな。繰り出そうコスモバンクだ。そう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 。最初の解散ライブに出てくれた、うん、ロカラ桜井もそうだし、うん、みんなで行こうっつって、うんうん、結構溜まってますから。あら、まだそれ触れず。もちろん、そこでやらさ。あー、すごいな。しかも秋葉ちゃんが DVD とか作ってくれた、その、うん、ギャランティーにも俺は手を出さずに、ちゃんとね、うん、あー、そう、珍しいじゃないっすか、そんなコロナってよかったっす。そのギャラいくらか言っていいよ、全然俺は。いや、僕も別にいいよ、ただの制作品。いや、そう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 。僕は困らない作成やからね。そう、だから翔ちゃん、そのさ、うん、売り上げのその遊びに行きましょうは翔ちゃんも来てくれるんでしょ。いやー、もうそりゃ言っていいんすか。こなそうやな、こいつ。行く行く、僕いつも行く。ゆうかさんも行く。いや、もちろん行くでしょ。じゃあ、ゆうかさんが東京帰ってきた時ですね、じゃあ。確かに。あの、9月1日から7日の間まで多分いると思うから。あ、なるほどなるほど。1週間しかいないんだ。短いな、そういうの。え、じゃあその1週間でラスターでなんかライブやったりしましょうよ、ゆうかさん。お、やだ。一夜限りのね、そうそうそう、なんか復活マレー号みたいなしましょうよ。舞台には立ちたくない。でもやっぱ優雅さんのファンとかやっぱ喋、ま、りたいと思いますよ。そうそうそう、喜ぶだろうね。なんかもうそれは本当に申し訳ないけども。出待ちだけはいいじゃん。出待ちだけあり。ちょ、出待ちごめん、G でやってる。あー、もう完全にね。まあ、でもどうせ飲みで集まったらすぐ開催してますか、うん、言っちゃうから。そうそうそう、結局ね、裏ペニットとかですね。いいね、欲しいから。あー、言ってもらえれば。イエイ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 。なんで味してんの。なんでこれ美味しいの。石田さんだけ。だからずっと味わせてないから大丈夫。全然。え、あの全然笑ってない。全然笑ってない。家どもが全然笑ってない。あれ、ベニットってお前は手伝いに来たことあったっけ。僕はないです。あ、ないか。進路にはまだ早いでしょ、ベニットは。進路にはまだ早い。まだ早いとか言ってない。上級者向け。上級者向け。そうか、うん。さあ、ということで、もうエンディングでございまして、お二人も今日はね、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。そう、この画面にね、とりあえずこの6人がいるっていうのがね、すごいね。あー、レアで。そう、そう、この番組がね、8月末で終わっちゃうんすよ。うわ、いや、悲しいよ、本当に。そう、だから持ってねえだろ、絶対に。もう、お金のゆかりもないよ。自分らが出てないから、チェックもしてないだろうし。翔ちゃんは、その後2回ぐらい出てくれたもんな、1回か2回ぐらい、解散前に出てくれたりありましたけど、優雅さんはもうあれきりでしたから。そうか。そう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 、また、よかったら電話でもいいんで。あ、ぜひなんかちょこちょこなんかライブとかあったら呼んでください、うん、あ、いいんですか、ありがとうございます。岡田はあの翔ちゃんと女装ライブもう一回やりたいって言ってたよ。あー、それはもちろんぜひいつでも。あ、いいの、うん、全然でも。ゆうかさんもまた出てくださいね。いや、ほんと俺が舞台は出したくないから。どうすか、このでも電話で繋ぐぐらいがちょうどいいでしょ。あ、そうだね、舞台出したらもう画面越しで酒入れてギリだから。そうかそうか、スタジオだね。もうカチってすんのが嫌よ。合コンで、合コン、合コン、合コン。あ、だから9月1日からですね。うん、そう、9月1日から。はい、わかりました、また連絡します。じゃあ7日間開けときますんで、こっちも。え、7日丸開けるの。ゆうがさんずっといるやん。表ペニット表裏裏や、表ペニ。2人もありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。もうちょっと8月末で終わっちゃうんで、うん、最後までおしゃべりしたいということなんですけど、うんうん、どうでした、久しぶりのペニットは。いや、僕は別にそもそもあんまり思い入れがないライブだったので。あらげんなよ、お前。あらげんなよ。いや、だってひどいんだよ、これ呼んでくれながらありがとうって岡田さんに言ったら、はい、あー、来るんすね。低いな、熱が低いのよ。なんか告知かなんかあれば。あ、
いいですか、うん、ライブはもうなくなっちゃったですもんね。単独ライブが中止になったんで、うん、あのグッズとか作りすぎて、うん、あらと、もろもろ60万ほどの赤字を背負って、マジ、皆さんがグッズを買ってくれて、それをお願いします、うん、ペインするためにね。あ、じゃあよろしくお願いしますということでね。はい、ということで久しぶりのペニット、お二人も、はい、すいません、お二人もどうもありがとうございました。さよなら。さよなら。